こんにちは、セーラン義塾の岩田です。今回は前回に引き続きヴィルヘルム2世の時代のドイツ帝国についてお話します。よろしくお願いします。前回モロッコ事件の話しましたけども、ここでもう1回起きます。第二次モロッコ事件ですね。で、同様にドイツ皇帝がアガディール、まあ、地名ですね、にこの軍艦を派遣し、なんとかモロッコをドイツのものにしようというふうに試みましたけども、まあ、イギリスとフランスの団結によりまあ粉砕されて失敗に終わります。じゃあドイツはどうするかというと、アフリカへの方進出を諦めて、まあ、バルカン半島の方に目を向けます。ではこのバルカン半島はどうなってるかというと、ここですね、第一次第二次バルカン戦争とあるようにすごく荒れてます。このまずバルカン戦争の前にバルカン同盟についてお話ししたいんですけども、このバルカン半島にあるセルビア、ギリシャ、ブルガリア、モンテネグロといった国が、まあ、ロシアの指導で同盟を組みました。で、まあ、パンスラブ主義というんですけども、まあ、スラブ系の民族、まあ、国の勢力を拡大しようということです。で、この第一次バルカン戦争というのはオスマン帝国と先ほど言ったバルカン同盟の国々が戦争を起こしました。で、結果バルカン同盟が勝ちます。で、オスマン帝国から領土を取ります。で、スラブ系の勢力が強まるわけですよね。で、じゃあこの後どんどん、まあ、ロシアを後ろ盾としてスラブ系が強くなるかというと、そうはうまくいかずに内輪もめをします。それが第二次バルカン戦争です。まあ簡単に言うと、第一次バルカン戦争で勝った後、じゃあどういうふうに領土を分けようかということで揉めるわけです。で、内輪もめで戦争が始まっちゃいましたよと。で、そんな中でブルガリアが負けます。ブルガリアムカつきます。で、じゃあブルガリアは取った行動は、チキショーとばかりにドイツやオーストリアのパンゲルマン陣営に走るわけですよね。ですから、このバルカン半島においてバルカン同盟というスラブ系の国々が強かったんですけども、この第二次バルカン戦争の後に、そのブルガリアは寝返ったって言ったら変ですけども、このパンゲルマン陣営、オーストリア、ドイツの方につきましたよということで、まあ、ドイツもこのバルカン半島に足がかりを持つようになります。で、ドイツはこの 3B 政策実現へ頑張るわけですよね。で、イギリスにしてみれば、ドイツがじゃあ 3B 政策を成功させて、どんどん鉄道でビザンティオンとかバグダードに行くと、インドの攻撃、インドが攻撃されるということで不安を持つわけですよね。で、ロシアにしてみたら、このバルカン半島のとこ、今でイスタンブール、ビザンティオンですね、の辺をドイツに取られると完全にもう地中海に出られないということで、南下政策が完全封じ込められるということで危機感を持ちます。で、セルビアという国はこのスラブ系なんですけども、地形的にこのブルガリアとオーストリアに挟まれててやばいというふうになったりするわけですよね。で、こんなもうごちゃ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 になった状態ということで、まあ、ヨーロッパの火薬庫とも呼ばれてましたよと。で、この後結果的に戦争が起きます。で、これはまた別の時にお話しするんですけども、で、結果的に第一次世界大戦が起きて、で、最後の方ありますね、キール軍港の水兵反乱とありますけども、まあ、簡単に言うと、もうドイツがすごくもう不利になりましたよと、もう負けだと、無理だという中で、海軍はお前ら行けということで、まあ、海軍 の、 その兵士たちに対して、水兵さんたちに対して命令するわけですよね。で、水兵さんたちがやっとられるかということで反乱を起こしたことをきっかけに、このまあドイツは敗北へと行きますよという流れになります。今日はここまでにしておきます。どうもありがとうございました。ダンピング完全に騒がしてね。